地震対策でお困りの皆様へ。小松マテーレにお任せください。工場の稼働を止めずに操業しながら耐震補強、熱可塑性炭素繊維複合材料、カボコーマストランドロット。カボコーマストランドロットには4つの特徴があります。1、軽い。160メートルでも約14キロ、比重は鉄の1/5。非常に軽いため現場でのハンドリングがしやすく、簡易的な足場で作業が可能です。軽量で長さの制約がないので、長いスパンでもつなぐことができます。設置後に建物にかかる荷重負荷を軽減できるため、善光寺の経蔵や清水寺など貴重な文化財建築物の耐震補強にも採用されています。2、強い。直径9ミリのカボコーマストランドロットは直径19ミリの異形鉄筋と同等の破断強さを発揮します。建物の揺れの抑制や開き止めに使用します。映像は直径9ミリのカボコーマストランドロットが10トントラックを牽引する様子です。3、錆びない。屋外や海沿いでもカボコーマストランドロットは錆びません。そのため強度低下が少なく、潮風にさらされる工業地帯でも安全性と美しさを維持します。4、熱伸びしにくい。熱や自重での伸びが無視できます。そのため増し締めも不要でメンテナンスが簡単です。カボコーマストランドロットは耐震補強用の引っ張り材として JIS に適合しています。カボコーマストランドロットはご指定の長さで切り出し、端部の定着まで行います。現場へは宅配便でお届けも可能です。荷上げや運搬が簡単です。取り付けるだけの状態で出荷されます。カボコーマストランドロットは軽量なため、大掛かりな足場や重機が不要です。その結果、工場稼働を止めずに工事を実現することが可能です。カボコーマストランドロットを柱や梁に対し対角線上に組むことで、地震が起きた際に建物の変形を抑制します。軽量でかつ曲がるため、梁や他の吊り材などの隙間を通すことができます。鋼材では不可能な箇所でも取り付けができます。操業への影響を最小限に抑えられるカボコーマストランドロットでの耐震補強で、安心安全な建物へ生まれ変わります。